距離が縮まったような感じで。ありがとうございました。ごめんなさい、花のこと大好き。本当ですか？なんか軽くないですか最近。こんばんは、花ポーズ。すいません、あのリップがなさすぎてリップを濡らさせていただきました。さすが。すいません、ごめんなさい。楽しかった。私もすごい楽しかったです。今日でもすっごいボサボサでやばい。でも今日は久しぶりにすごい疲れた一日だったんですよ。おしゃべり会は全然楽しいので、あのおしゃべり会で疲れたとかではないんですけど、おしゃべり会の後にあのちょっとダンスとかの練習をしてたらダメですね。無理でした。ダメだ、めちゃめちゃ眠くて。チョコレート希望。チョコレート、チョコレート皆さん毎年食べられるのかな。バレンタイン、どんなチョコが好きとかありますか？好きすぎて困ってます。もうそれはもういくらでも困ってください。前からからは変わらない。いや、そうかな。こんばんは、カピちゃんになりたい。あ、待って、カピちゃんどこ行っちゃったかな。カピちゃんまた登場させますね、配信。レッサーちゃんのそう着ぐるみがめっちゃ可愛かったんですよ。今日着たやつ、新潟のオフラインでも着ます。尻尾がついててほとんどの方にはお見せできなかったけど、尻尾もついてて可愛かったんですよ今日着たやつ。あ、ダンスのレッスンがあったわけじゃないんですけど、ちょっと今難しいなって個人的に思ってるところがあったから練習をしてました。自主練してて、やば、59分誕生日間に合うかな。1位ケンジのうちは、一押しは花江さんだけです。さんありがとうございます。2位タッチンさん、3位ファントムさん、4位フロゴルファーさん、5位ヨッシーさん、6位ウルグスさん、7位コミュニストさん、8位パックさん、9位どんぐりさん、10位天使のわけまえさん、11位中地さん、12位箱推しさん、13位柴田のカズピーさん。おお、間に合ったよ。いや、おしゃべり会は楽しいから全然楽しいんですけど、その後に自主練をおしゃべり会の後に入れちゃったのがまずかったんです。おしゃべり会は楽しかったんですよ全然。